はい、こんにちは。今日は夕日は見えない。雲が厚くて時々パラパラ降るのでちょっと心配です。屋根がないんだよね。木の下とかはあるけど。今日の午後3時と言いながら3時半になっちゃったな。はい、気持ちいい場所で気持ちいい場所を見つけてはウクレレを弾いています。平坂直泳ぐです。赤くあたりを染める。僕はもうそこにはいなかったけれど、見守ってるような気がしたよ。見守られているような気がしたんだ。何か気づいたのかな。
ちょっと微笑んで大丈夫だよって大丈夫だよって言ったよね。あれは誰の声だったのかな。僕みたいな君に心で話しかけたんだ。そしたら気づいてくれるかな。ちょっと気持ちは微笑んで大丈夫だよって大丈夫だよって言ったんだ。あの日のあなたを思い出して辺りを染める。僕はもう外にはいなかったけれど、見守ってるような気がしたよ。ありがとうございます。はい、どうもこんにちは。あ、こんばんは。ソットさん、いや、ノートではありがとうございました。いやね、アーカイブとかでも見てくれたりとかする人いるだなって、ね、誰も聞いてくれないとかで、集中を書いている場合ではないなと思い、ありがとうございます。そうなんだよね、ま、
たまにあの演奏もなんか間違いまくりで誰も聞いていなくてそのままそっと削除していることもあります。この季節に、夏に歌いたいなって言って毎年地味な曲で、ね、20代になんか地味に作ってサビもなく、アレンジもなんかフォークって感じでニール・ヤングっていう感じニール・ヤングっぽいイメージで作った曲があってそれやりたいなって思って今日はあのちょっと、ライブ配信するぐらいの、ちょっと自分に圧をかけてみました。ほのかっていう曲をやってみます。自転車に乗ってあの橋を
渡る吹き抜ける風をどこまでも青い空ありがとうございます。はい、消防団が回っていますね。うちの地区ではないが、僕も消防団に入ってあんな感じで回ったりとかもしています。この、大分の田舎の山村に引っ越してきて10年になりますね。もともとは千葉で生まれ育ち、横浜、東京という、関東の人でした。そこから、東京に住んで、なんか、代々木公園、井の頭公園で、太鼓を叩いて怒られる、許可がいる、いろいろともろもろと、あ、もう無理だなって思い、でね、30手前ぐらいで、日本ってどれだけ広いのかな、狭いのかなっていう実感が欲しくなって、自転車で最初歩いて旅をして、途中で茨城かなんかでリサイクル屋さんで自転車を買って、自転車の歩幅がちょうどいいなっていうふうに思い、その後、翌年かな、何年、なんかあそこら辺混沌としてますね、あの頃、そうですね、福島の原爆も、爆発してませんでしたな、あそこのそばを海岸沿いを走ったな、そう、北に行って、その1年後に南へ鹿児島まで行って、船に乗って屋久島まで行ったんだよね。そんなこんなで今大分の田舎にいます。東京で、風呂なしの4畳半アパート住んでたんですけど、息苦しくてよく多摩川の河川敷へ、逃げ込んで、そこで、なんか焚き火したり、一人で焚き火したり楽器弾いたりしていました。そんな町な歌を、町から逃げるように、人混みから逃げるように河川敷に行っていたのが今これ先々週ぐらいに水害のあった川でございます。だからなかなか場所が見つからない、あちこちねあちこち通行止めとかになってくる。まあそんな人生っていうか、世の中ね、変わるねっていうのは、思いますね。変わったよね。僕が変わったんか。いや、僕らが変わったよね。時代が変わったね。まあいいか。夕焼けと満月っていう曲やります。
方してくれたわけじゃないけど、街は夕焼けに包まれて、みんな真っ赤に染まってた。手に外に出てみれば、知らない隣近所のおじさんと、いや綺麗ですね。で一緒に見上げてた、何もかもうまくゆくさだなんて、とてもじゃないが、どっちかって言ったらどん詰まり。このまま夜の街を徘徊するような元気はないから、足は自然に河原の方へ向かってた。こちらについて、笑い声やら話し声が離れてく。敵も味方もいなくなった頃を見計らって、今度は満月か。贅沢だな、寂しくなんてないって言ったらやっぱり嘘になるけど、あの子も多分どっかで見上げてんだろうな。去年の今頃はたくさん一緒に歩いたね。そんなとこ、全部が味方してくれたわけじゃないけど、街は月明かりを残してゆっくりゆっくり寝静まる。玉川ね、玉川
ああ、そういえばソットさん、あれだよね、自動販売機ヒットしてくれましたよね。自動販売機ね、あれね、なんだ、そう、多摩川をね、多摩川の河川敷を、河川敷ぐーっと入っていくと、どこ、府中あたりまで行ったかな、なんかあそこら辺までの結構ね、河川敷がでかいところをさ、迷って、まあ、迷いごっこみたいな感じですけどね。なんか別世界にいるような感じの河川敷をうろうろして、やっと陸に、堤防に上がったら高校と、自動販売機があって、うわ、文明だみたいな感じのね、ちょっと喜びがあった、風景も混ざっております。雨がポツポツ降ってきたな。じゃあ幸せな道で終わろうと思います。どんな生き方でも構わない。遠回りしてどこへ行く。近道をしてたどり着いた。おいしい草を見つけたよ。道に迷って見つけたよ。スタートとは違ったゴール。君がこんなに美しかったなんて。これまでも、これからも、幸せな道がずっと続いている。ここからも、どこからも、幸せな道がている。夢のまた夢、ずっと胸の内、忘れてたことを思い出した。思いの通り道が見えてきた。思いの通りだった。なんだ、最初からあった、それはここにあった。ずっと待ってていてくれたんだね。これまでも、これからも、幸せな道がずっと続いている。どこからも、幸せな道がずっと続いている。懐かしい気持ちで目が覚めた。あの夢は叶ったのかな、なかったのかな。あったかい気持ちで会ったなら今日で会う。新しい一日のありようにも、ありがとう。これまでも、
幸せな道がずっと続いている」「ここからもどこからも幸せな道が」ありがとうございます。ありがとうございました。あ、32分とか言ってるけど、なんかコインとかもらったのかな。以前の貯金みたいなのがあって伸ばせるのかな。ありがとうございました。なんか、なんだろう、聞いて、まあ批判的じゃなくて、なんか心を寄せて聞いてくださっている方がいるというのはとても心強いことだなと思いました。本当ありがとうございます。棒読みですいません。テレか、はい、ありがとうございました。じゃあ、終了します。またやります。